にしてなければ、もう一度女としてあのステージに立ちたい。今日、ね、もう数少ない女性ブルースピアニストということで、りっちゃんが今日来てくれたということで、2曲だけコラボさせてもらったんですよね。1曲目、さよならありがとうという曲なんですけども、これは、大阪ミナミのね、ニューハーフのショーでステージ立たせてもらったんですよ。お客さんで見に行ったのに、ママになんかタップの話になって盛り上げてしまって、いや、あんた今日そこでライブやってきたんや、じゃあシューズとか機材あれやったら持ってきてとか言われて、客よ俺、金払って入ってるのに、なんか最後のショーの手前でステージ上がらされて、1曲やったんですよね。でなんか3万円くれて、じゃあお返しにママのために曲を作ろうと思って、ママがまあその時65ぐらいやったから、あと2年ぐらいで引退するって言うから、とママのイメージとして作ったのね、ニューハーフという立場の気持ちとして、ママになった気持ちでね、さよならありがとうっていう、
結構あこれは雄大さんがやめとくけど、うん、そうそう、ね、でまあそう「さよならありがとう」っていうタイトルになって、はい、いつかママに歌ってもらえばいいかなっていうのが、うん、はその曲と、あともう一曲はね、新しい曲、はいはい、そうだ、ほんでね、今回ゆいちゃんがね、ほぼ完璧になんか仕上げてきてくれて、嬉しかったもん、俺も感動した、泣くたってね、ほんま。ちょ、マジでね、すみません、興奮した、やっぱりジャムティーね。楽しかったですね。ねえ。なんか、二人でやるの初めてですね。いや、だから、俺、ほんまなんか、またよろしくお願いします。いやいやいや、ありがとうございます。で、まあ、その、曲なんですけど、そう、現役最高齢のストリッパーダンサーの女性のことを歌った曲なんですけどね、最初は大阪は、東大阪市にある、まあ厚生省という布施っていうところね、布施っていう、まあ、場所にある、厚生省っていう、もう本当もう昭和レトロな怪しい感じの、いい意味のね、怪しい感じのストリップ劇場があって、そこで、まあ、初めて見てね、もうその人の踊りにすっごい感動して。そしたらね、今年の2月に、ノンフィクションという番組に出とってね、めちゃめちゃびっくりして、もう 6月なんか思って、まず撮って、で、作った曲なんですよね。彼女が言ってた、その涙は幸せに変わるからっていう言葉にすごい胸を打って、これちょっと曲にできんかもね。で、まあ、いろんな人のニュースのアルバム聴いてて、このね、その3個のある曲を探したんでね。みんなね、こんな感じでお願いしますっていう、今日、コラボできました、はい、初コラボだね、そうですね、まあ、楽しかったね、時間はいろいろ試行錯誤したけど、無事になんかね、まとまって、はいはい、これも皆さん、楽しみに聴いてください。
に一言だけ言わせて。